全部通りついああかんわそれはあかんわそんなことしたら藤色 <laughs> っぽい紫にしたあそうねめ,めちゃめちゃ薄い紫って迷ってんけどちょっと遠くから見ても見つけられるようにと思ってもう一個濃い方の色にしました好きな曲3曲にすればいいんちゃうそれでもいいかなちょっと順位が決まらないあやみよっつやってうようなあ いいい情報聞いちゃったミス美空も今ねここに候補が4曲あるんです好きな曲トップ3候補がちょっとトップ3かっこ4ってことにして <laughs> ちょっと4曲発表しますもう4曲一気にちょっと順位が決まらないのでいきますねまずはきっとみんな大好きであろう我が世代交代前夜公演のユニット曲「クロス」です クロス大好きなんですよあのね今でこそなんかあの公園でねやる曲になったからそのかかると「やらなきゃ!」みたいなこう義務義務的にこう踊っちゃうんですけどなんやろ初めて聞いた時はそもそもととしてめっっちゃ好きやなと思ったんですねもう今でこそその初心がちょっと消えかかってて「俺のクロス」みたいな <laughs> 担当させてもらってるので。あの 自分のあのこう公演のオリジナルとしては二瓶奈美青原和歌田中美空がクロス面でやらしてもらってて今ね担当させてもらってるんですけどもそもそそも曲がめっちゃ好きなんですねそうそれれを忘れてはいいけない <laughs> もう今でこそあの頭3曲のねヘビーな曲を踊ってからのクロスっていうもう。 あの曲といえばもう熱くてもう乗り越えるべき一曲なんよねって感じなんですけどもうそもそも曲が好きなんですなんかなんてやろ絶妙にいい意味でちょっと古いみたいな曲調じゃないですかあの昭和歌謡みたいな曲調あのディスってる古いじゃなくてめちゃめちゃ褒めてる方のちょっと古い感じの曲調が私めちゃめちゃ好きでそうなのよなんてやろ めっちゃ好きね <laughs> あと衣装もねめっちゃ好きなのよなんかもう私服にしたいぐらいあの個人的に黒×ピンクと黒×紫ってこの世界で一番の天才カラーなんですね。もうそれしかもそれプラスなんか十字架とかねもうそれ中二病なんでミソラその中二病中二病チックな服とかが結構好きなんですよ。だからミソラ 言ったかわかんないですけどクロスってこう手袋のこういうね指の先っぽが出るこういう手袋をつけてるんですけど衣装としてあれ普通に家でね全く同じデザインじゃないんですけどこの指だけ出してる手袋普通に家で持ってるんですよ <laughs> それぐらいあの衣装は自分が普段着たいと思うぐらいの趣味ぶっ刺さりなんですねそうなんですだから衣装も大好きあとあのフリフリも可愛いあの スカートのあのあピンクかける黒って言っても濃いピンクかける黒がめっちゃ好きでそうなのそうなのあのね衣装のテイストも天才やし絶妙に昭和っぽいあの曲調も好きですね私の中二病心に刺さりますブーツもいいですよね編み上げがねいいですよねもうザ・パンクロックって感じで超かっこよくて好きですで自分が あのユニットメンバーでやらしてもらってるっていうその思い出込みなんですけどそもそも曲がめっちゃ好きだなという初心を忘れずランクインでございます今の服と髪が黒とピンクなのあ確かにえでもこのピンクとね黒ではなく濃いピンクかける黒がねいいですよね私あのキャリーケース あの高校生3年で小学修学旅行に行くために買ったんですけどそのキャリーケースも黒かける濃いピンクですよっていうぐらいその組み合わせは好きですはいちょっとクロスだけでめっちゃ喋っちゃいましたそして他の他の他の曲ちょっと順位決めてって感じなんですけどねあのちょっと順位が決められないので好きな曲を4つ紹介しますはいもう1曲はえー AKB48 さんの、えー、戸惑っっててためらってですねはいこの曲は私あの申し訳ないんですけど今まで存じ上げてなかったんですけどこの間のウーカさんの卒業コンサートの時にのリハかなリハが始まるにあたってその曲を聴いてたんですけどそこで人聞きれれ <laughs> んていうの人うん人聞き惚れしてそっから。 あのプレイリストにランクインしました私のアイドルプレイリストに「穴水好きそう」あめっちゃ好きですねよくわかりましたね穴水好きですよ私あの香水とかも持ってますし化粧ポーチも穴水です黒かける紫が好きって言ったからかな <laughs> ああいうね蝶々とかバラみたいなんがねまさに好きなんで穴水大好きです私そうそう「戸惑ってしまったの」のあの曲です あのなんやろちょっとセクシーな曲じゃないですか振りもそうですし曲調もそうやしあのちょっとね曲,曲がそもそもセクシーっぽい曲が結構好きであの NAB ランクインするか迷ったんですけどバージニって今私好きなんですよあのなんていうやろうなあの音楽的に言ったらピアノの鍵盤で言うあの黒鍵が好きなんです私黒鍵の音が。あの明るい ドルミアスじゃなくてこの黒剣が好きでそうあのちょっと何て言うんやろ暗い曲とまでは言わないんですけどちょっと黒犬混じりのミステリアスなちょっとセクシーな感じの曲が好きでまさにそこにピシャってるんですよねこの黒犬の音ちょっと伝わってほしいあのちょっと暗いちょっと暗いのが入るからこその出る女性らしさみたいな曲が好きなのであの戸惑ってためらって。 初めて聞いた時にうーわーって思ってめっちゃいいやんと思って即プレイリストに入れたの覚えてますめちゃくちゃ好きですねあと振り付けも見た時にうわいいなって思いました <laughs> あのねライブの時は照明がめっちゃ赤赤であのこうあのピカピカ系じゃなくてこう斜めからシャーンってこうこう当たってここにメンバーさんがいるみたいな感じ がなんか曲の雰囲気をさらに盛り上げててめっちゃいいなと思ってパフォーマンス込みでこの曲はめっっちゃ好きだなって思いましたあとひ表情とかねちょうどあのひ披露されてる時のメンバーさんの表情とかもめっちゃ見とれちゃって同じくメンバーながらに。 そうなんですあっ「尼神姫」とかもそう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 いう曲が結構ツボな人なのであとはもうなんかそういうちょっと暗めになった曲かもしくはもうがっつり何て言ったら「滑犬」を使ってはいんねんけどなんか何て言ったらいいなんかパイプオルガンとかが似合いそうな曲なんか。 あのまさに「アンサンブルスターズのバルキリー」みたいな曲って言ったら絶対伝わらないんですけどあのなんていうのパイプオルガンがジョ,ジョコジョコに鳴り響いてそうなあの暗いっていうよりかなんて言うんやろなんて言ったらいいなんかちょなんて言ったらいいみんなあのパイプオルガン似合う系の <laughs> でもオーケストラみたいな曲じゃなくてなんかちょっとダークな曲が好きなんですとにかく。 伝わってもみんなアンサンブルスターズのバルキリーの曲です <laughs> あクそう,ゴシ,ックそうゴシックっぽい感じそうそうゴシックっぽい感じそう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 ゴシック系のもうパイプオルガンが鳴り響いてそうなダークダークなゴシックな感じの曲がめちゃめちゃ好きなんですよねそうなんですそうなんですちょっとどういう表現していいかわからないんですけど <laughs> そんな感じですまだ2曲しか言ってないのにもうあと10分ぐらいしかない <laughs> はいもう1曲は結構いろんなとこで好きって言ってるんですけどあの n m b 4 8のあの白組であの土砂降りの聖書の中でがめっちゃ好きなんですねはいめっちゃ好きなんですこの曲はもう,もうもうほんま言いすぎててみんなあまた美沙羅ちゃん言ってるわって感じだと思うんですけどあの初めて旧規制が劇場のステージであのパフォーマンスさせてもらう ことになったあの新春特別公演あるじゃないですかそれのナンバーイの旧規生が突然する突然違う登場する多分一曲前が披露してらっしゃったんですよ多分ね多分そうだったんですよ記憶的になんか袖から見た記憶があるんですよリハーサルをでそれであのしあのシアターのあのトップ15人ぐらいの方がね披露されてたんですけどそれを見て め,めっちゃかっこいいと思って惚れましたあの振り付けも込みなんですけどええー、<laughs> びっくりした急に急にあれだペンギンちゃんが飛び立ったびっくりしたうさんありがとうございますたくさんペンギンちゃん急に画面かわいくてびっくりした <laughs> ありがとうええー、くくまちゃんも たくさんありがとうございます。ちょっと <laughs> びっくり。ありがとうございます。さん。そうなんです。何の話してたっけ。あ、そうそう、袖から見て、そう、ジオンさんがセンターでね。踊ってらっしゃって。あとね、セリフがある曲に弱い。あ、踊,踊ります。そう、私、セリフ、セリフ曲に弱くて。 セリフセリフ曲に弱くて「ありえへんわ」ってね言ってるところを見て、はあ、ってなったんですよ <laughs> だからあの NAB とか48系に限らずあのセリフがあるその永遠にしゃべるセリフとかじゃなくてあのサビの直前に一言ポンって言うとかサビの直前にこだわらずなんか。 一言って入る系が好きなんですよなんかええんとなんかダンチラカンチラカンチかカンチらってよりかはもう一言パンってこうなんとかなんとかみたいないう感じの曲がめっちゃ心臓打たれがちなんです私そこから好きになりましたいつかは自分でやりたいなっていう曲ですね「土しゃ降りの青春」の中ではああいうあのバチバチ系女子のねあの曲が刺さるので。 やってみたいです多分一番表現するのが得意なのでああいうバチバチバチがね一番 <laughs> あのたまに目力が強くなりすぎて怖くなっちゃうんですけどあのあいうのが一番自分の感情をストレートに出せるからすごい得意なのでいつかはやってみたいですね。初初めめてててて袖から見て惚れた曲なので思い出もね深くて多分雑誌あの初めて吸気性が インタビューさせていただいた雑誌とかでも好きな曲にあげてるしラジオとかでも「やりたいです」って言ったと思うし好きなんですよ「もうありえへんわ」って言いたいですねめっちゃ格好つけて言いたい <laughs> そうだからジオンさんにもね言っとこジオンさんのあのセリフを見て私は打たれました」って言ってね <laughs>、はい。 時間やばいよ喋りすぎ喋りすぎはいみんな最後の一曲は何でしょうこれも結構みそらあのー、いろんなとこで言ってるからまあどうせ入るやろって思ってたと思いますみんな何だと思う <laughs>、まあ、多分ね4回ぐらい言ってるショールームで4回と4回ぐらい言ってそう <laughs> 他の他のとこでも言ってそう MV も私見ましたよ あの曲何やったんやろうと思ってあの歌詞歌詞を検索して出てきましたあれやんなってなんやと思うあれあちなみにあの公演の曲ではないですヒント <laughs> 公演の曲はね全部好きなので言い出したらキリがないのであのクロスを選別させていただきましたあ欲望も欲望ものも私大好きですよでもあのダンスに苦戦しすぎてちょっと苦い思い出もあります <laughs> ダンス難しすぎてあのー、5月のライブでやらせてもらったんですけどほんまに何やってるか分からなくて小島かりんさんの YouTube を画面録画してひたすら見てましたあれねあの曲ねってみんな分かってるよほんまにそれ <laughs> 何やと思う正解はあ NAB です NAB の曲ですなんだと思いますか <laughs> 正解は、えー、とハートの独占権です <laughs> 言い過ぎいろんなとこで <laughs> 結局ね結局好きなんですよ結局なんか発表順的に1位になっちゃったんですけど別に1位というわけではなくて今回発表した曲は全部同率1位ですちょっと順位が決めきらない全部好きな曲なんですけど本当に。 これももラジオでも言ったしあのふだんのショールームとかでもいろいろ言ってるんですけど「ハートの独占権やりたい」やりたいし好きな曲なんですよちょっと曲調違うじゃんっていうねそれごめんなさいここまであのダークなちょっと曲を言ってきたんですけど急に可愛い気を盛り込んであの申し訳ないんですけどこの曲ばっかりはあの曲,曲オンリーで好きっていうよりかは。 そ,のそれを披露しているメンバーさんが可愛すぎるっていうとこも込みで好きです誰とやってみたいえ誰やろうで美空ねあの好きな色的には紫やしキャラ的にも紫なんですけどちょっと一回本気でぶりっコしてみたいっていう欲望込みでピンクやりたいんですよ私 <laughs> 似合わないよっていうコメントはちょっと受け付けませんよ皆さんこれは美空のね夢なのでハートの独占権のピンクをしたいっていうあのみんながいやそれは美空 ないでしょみたいなの思ってるであろうとこうあえて行きたいっていう,そうこれも確かにセリフ入りますけどそう色的にもやし、まあ、キャラもねどっちかっていうとお姉さんっぽい方を、ね、言ってもらえるから紫をやるべきなのは分かってるんですけどちょっとピンクやりたいんですよ。ってことは自分よりも年上の方をね選択しないといけないんですよね。 紫の方にってことはもう吸気性だと選択肢が若たんしかいないってことになるんですけど若たんとミスラのペアって全然さ想像つかんよねまあね一回アキラ先生とねやろうかなみたいな話してたんですけど <laughs> あマイティさんでマイティさん今公演でピンクやってらやっちゃいますよねそうあれもね私ナンバラエティ公演を上から見た時にちょっともうかわいすぎてあの ナンパししたたくなりましたねもうこの後と一緒にどうですかって言って <laughs> ナ,ンナンパしちゃいそうになりましたかわいすぎてああでもああちょっと私あの桜田彩香さんが大好きなのでちょっと彩香さんと紫 <laughs> どうですかいやでもそんな私とね彩香さんが「私か?」って言ったらもう100%みんな彩香さんの方に行っちゃうのでちょっと <laughs> ピ <laughs> ピークをしあピーククしあねミスラが元祖人生で初めてユニットメンバーに選んでもらったピークですねピークをしかピークも楽しかったですねまさかの今でこそねゴリ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 のんかバチバチキャラになりましたけど私その当時は自分がバチバチ曲を任されるキャラだと思ってなかったので <laughs>。 <laughs> びっくりしたで有名なピークそうですね希望も含めてなあのな,んなら絢香さんのハートの独占権見たいっていう自分のオタク魂も込めて絢香さんと一緒にやりたいな <laughs> 待ってましたかと思ってましたそうミスラ前ねもう自分でこんなやの恥ずかしいねんけどミスラはまだその当時はあの清楚系清楚系かわいこぶりキャラでもい,いけんじゃないかと思ってたんで。 あの,あの笑わないでね今でこそそんなそんなやったらまたまたって言われるけど当時はまだみんなにミスラのこのね素性を見せてなかったしあの背も低いしあの待ってました新学期なんじゃないかと思ってたんですけど昭先生に聞いたら「いやお前はピークしかないやろ」っていうね言われました今でこそねもうミスラなんて絶対ピークやんって。 ピークキャラやんんって言われると思うんですけど、ね、当時は本当にピークが一番ないと思ってたんですよあの好きじゃないとかじゃなくてキャラ的にどこに当てはめられるかって考えた時にピークはないやろと思ってでまあ待ってましたやと思うけどもしかしたら僕負けかもしれへんなっていうぐらいの気持ちでいたのにピークでビビ,ビビったよっていうね話なんです。 ほんならピークしかないやろって言われてあのびっくりだったなーっていう思い出ですねもう今やったらもう食い気味でピークやんって思うんですけど当時は驚きましたそうなんですよ当時はねまだ清楚系でいけると信じて疑っていなかったので笑,笑わないでくださいね当時は清楚系で美空はいけると思っていたので今はもうあのこの素でいることが楽しい楽しいし あのこれでこそ美空やって思ってますけどね当時はまだね素もバレてなかったしあの清楚な女の子で時には可愛いこぶっていこうじゃないかと思,う <laughs> 思っていたんですけどねもう8ヶ月9ヶ月で人は変わりますよまあいろんな曲やりたいなまだだからまだ逆にぶりっ子系の曲をしたことがないからそういうあの全体曲じゃなくてその。 選抜される系でねやったことがないからいつかやってみたいですねでも願望願望を込めてハートの独占権やりたいです私あのなんかもはやあの何かが吹っ切れてめちゃめちゃぶりっ子できる気がするんですよもう恥じらいなんて私ないのでめっちゃできる気がするんですよ思いっきりだからその自分の可能性も含めて <laughs> やりたいですいつかどこかで。 ずっと言ってるんですけど公園のわがままの流れ星をユキノンとやりたいんですよねそうそれもやりたいしあの独占権もやりたいしだからといってもあのねダンス選抜してもらったあのダンスじゃないかっこいい選抜してもらったモねぎとかもまだまだ自分の個性としてやっていきたいしあのオ,ーオールマイティになりたいです私。<laughs> ハートの独占権はないよろって <laughs>。 悲しいあきら先生なら言ういかねへんね <laughs> ああそうねああいう曲もやってみたい本当にちょっとね可能性をねあのー、発掘したいじゃないですか「吸気性の才能発掘合宿発掘しましょうよ」ということで19歳の目標はあの可愛い,い曲をやらしてもらうっていうことですね <laughs> そういういことにしますあの自分の可能性を広げたいです今はあの安定にかっこいい系の曲を任せてもらえるようになったので19歳は可愛い曲とかあのちょっと大人っぽい曲もやりたいなという感じですその,、ね、その人のイメージとかもありますけどちょっと美ラにやらしてみてもいいんじゃないかなっていうような人にもなりたいですね。 それ目指ししていきましょう19歳はユニットシャッフルするってなった時にちょっとミスラワガママやらしてみるみたいな <laughs> になるぐらいね可能性を秘めたアイドルになりたいですね19歳は19歳かちょっとみんな明日の予定はどうしよう配信なるべく劇場でねやらないという選択を取りたいんですよちょっと急ピッチで帰る急ピッチで帰って家でやる 頑張ればいける気がするいけるけかな10時, 10, ?10 時ぐらいに多分出るやろ劇場をいやわからんな出れるかなわからないちょっとわ <laughs> かんないですけどやりたい家帰,家帰ってくれるたいこのね友達が誕生日パーティーしてくれた時に持って帰ってきたね19っていう風船とかもあるんですよそれをねこことかに貼ってやりたいんですけど と車からの配信はね禁じられていますのでちょっとできないできないんですけど風船とかもあるしあの本日の主役っていう助けとかもあるのでねあの本人が一番ノリノリ <laughs> 本人が一番,一番ノリノリなんですけどそういう配信をちょっとしたいなというねちょっとちょっとみ一回だけちょっと待ってもらってもいいですかちょっと明日のちょっとちょっとだけ予定見てきてもいいですかちょっとみんなあのしりとりタイムですしりとりしりとりタイム ちしりとりタイムみんなコメントであこっちかなちょっとしりとりしてくださいねちょっと待っててただいま NOW ですまだ予定出てませんでした <laughs> まだ出てませんでしたどうしよういやこのぐらいの時間だったらワンチャンワンチャン来るんですよ <laughs> 明日の予定ですって言って来るかもしれないんですけどまだ来てなかったですごめんなさい <laughs> どうしようどうしますもうもうそれか美空が腹をくくって早朝に起きてみ,みんなさえ良ければ8時ぐらいからもう美空がちゃんとメイクして配信して9時ぐらいまでに配信してメイク落として行くか公園にそれが一番じゃないですかもうなんか11時とかにさ 15分残して帰ってくれるか分からんのにその日配信をせずに帰ってくるみたいなのはちょっとかけすぎるので「そうでいいですかみんなちょ,っと8 8ちょっと8時不安8時不安やなどうしよう <laughs> 8時不安やな8時半でどうですかあ起きれるかなちょっとなんで怖い8時半ぐらいにすらがメイクをちゃんとして現れるのであのー、みんなと「誕生日おめでとう」みたいな配信をやって、まあ、1時間30分1時間ぐらいやって。 で落として行ってでいいんじゃないですか。みんな来れますか朝だったら。それが一番ねなんか配信してないのに帰ってきちゃったみたいな心配もないあ天才やん。誕生日の八時二十四分くらいでもめっちゃいいやん。そうしましょうみんな八二四です。八月二十四日の八二四にショールーム集合しましょう。いいね八月二十四日の八時二十四分に。 ここここ集合しましまょうここにちょっとすっぴんはねちょっと誕生日なのにカッコがつかないのでさすがにでもこれぐらいのメイクはしませんよさすがにね落としやすいメイクをしますけどもみんないいですか8時24分集合で,で9時ぐらいまでかな多分するとしたらでちょっとここら辺に風船とかもねちょっと飾っとくので起きれるように頑張ります起きれるように <laughs> 頑張りますのでみんなどうですか でその後に生誕祭で会うみたいな DMM でね会える方もいると思うしその後にみんなでもう一回会いましょうみたいなで公演前後の配信は多分しないみたいな感じでどうでしょうかどうそれでいこう時間も間違えへんそれだったら美空824ちょっとね平日の朝なんでねちょっとみんな都合が無理かもみたいなのもあると思うんですけど みんな集合8時24分集合でみスらは正式にはまだその時間はまだね18歳なんですよあのいつやったかな9時に生まれてるんですね9時何分かに生まれててだからまだ18歳ですしかも多分朝じゃなくて夜の9時 <laughs> どっちか忘れてんけど多分夜やってんけど9時台にみスら生まれてるからまだその時は正式には18歳やねんけどあのそういう細かいことは気にしないので <laughs> 19歳初配信としてやりましょう よしみんな8時24分集合ごめんね長々とちょっと延長しちゃいました夜か朝か忘れてんけど多分夜に生まれたと思う <laughs> でちょっとね「南ー新しい夜明け大作戦恒例のちょっと一つ絵を描くみたいなやつやりたいんですけど先に明日のあの人を発表します今日はちゃんとチェックしてきましたよ前回にねあの誰やったっけみたいななっちゃってもう最低なことしちゃったんで今日はもう5回ぐらい確認してきました 明日の配信はじゃん,よしみんですなんかさ美空さ前の時もよしみんに繋いだ気がするなんかよしみんと美空って何かね何かと縁があるんですよあの公演のポジションも同じやしあのあれもこの間のショールームイベントも同じやったしあの何やったかな 何かでもね一緒になったりしててなんかよしみんとはねすごく縁があるんです私特技もねピアノが一緒やったりとかあとよしみんとはあのなんか読書が好きとかねそういうとこもすごい合うのでよしみんとは謎に縁が深いですよしみラとけはです、ね、ヨシミイエーイーさんなの六時半ですよしみんのとこに。 そそそうそうあそう握手会握手会そうや難波式の握手会の時も一緒だったんですチームが多分2回目の方かな2回目の握手会の時にヨシミンとね一緒だったんです大阪の方ですかね大阪の方やった記憶があるうんそれだって横浜の時は網屋に囲まれてミスラが真ん中で一人なんかでかいのがいるみたいな感じやったんで <laughs> 2回目ですね2回目の握手会はヨシミンと 同じチームになったりそうなんですよヨシミンとはね謎に縁が深いですはいじゃあみんな一つ絵描きます何がいいここにここにやりますみんなからのリクエストをね一つ描きますちょっとねなんか忘れてました前回の配信とかの時はこれ <laughs> これ描くっていう行為を忘れてました 何書きましょうかあそうやあのコスプレもねありがたいことにあのルームスの方で、あのー、募集したらあの使い切れる枠の数とリクエストもらった数が、あのー、合わないぐらいたくさんリクエストもらったので全部はちょっと答えきれないんですけど多かった表とかこれいいやんって思ったやつとかを今ね当て,ほ当てはめててオンライン えみんんなさ握手会の服装って知りたいもんですかなんかオンラインの方ってさ結構事前にさ告知するさ文化があるやんかでもなんか握手会って結構さ当日のお楽しみみたいいななさイメージないだからなんかや言ってもらったリクエストの中に「あこれ握手会にしようかな」みたいな思ったやつとかもあんねんけどでもなんか言わへんかったらこなんかその人のリクエストに答えてないみたいじゃんみたいに。 なるなるじゃん,なんていうのせっかくリクエスト使わせてもらったのに当日まで発表できないみたいなさなんかもぞもぞするからさ握手会の方も発表した方がいいのかなっていうどないでっかチャンネルですですもね前回は結構なんかあのー、なんやろ結構王道なコスプレが多かったけど今回は。 なんかあそこつくみたいなとこも入れてみたのであの楽しみにしててくださいで私服が好きな人も結構いるんやなっていうことに美空は気づいたのでちゃんと私服でも作ってます握手も知りたいみんなあ知りたいかな知りたい系かな当日お楽しみはあ どっちの方がいいやろなぁなんか握手会でこれ来たいなっていうのもあんねんけどそれをね言うべきか迷っておりますもうオンラインは言うっていうのがね決めてるんですけどでもなんかさシークレットでさもしその人がさなんかあ,あ,あんまりかもって思ったりしたらさちょっとなんか申し訳ないなというかさ <laughs> 結構服装もさ大事やんみんなみんなにとってもみの人にとってもやいいけどだから。 当日を楽しみにした方がいいのか言うべきかっていうねちょっとた明日誕生日なのでケーキはどうですかということだったのでケーキを書きたいいと思います一番希望が多いのは発表してもいいのであ結構ね希望がねば,ばらけばらけたんですよあとはその票数だけじゃなくて あこれ確かに珍しいしいいかもみたいな感じで採用したやつとかもあるからあれやばいなんかおに,ぎおにぎり爆誕しちゃったかもしれへんいやちょっとあの図形っぽくして何とかあのケーキであることをねアピールしたいちょっと太ペンで書いたのが間違いやった太ペンで書いたからおにぎりになってしまったち これアウトですねこれおにぎりですねこれおにぎりかどうかも怪しいなんかの20世紀少年の友達みたいになっちゃいましたわかるみんな <laughs> 20世紀少年の友達みたいになっちゃったよあ、まあ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 耐えた耐えたかもケー,ケーキケーキらしき何かはい <laughs> ちょっとさ困ったらキラキラでごまかすのやめてって感じやな <laughs> ちょっと ごめんね困ったらキラキラでごまかしちゃったこれなんかさ一瞬さ20世紀少年の友達みたいじゃないあのマスクに書いてあるこのさこういう「名に声って書いてあるこう <laughs> マークあるやん,なんかあ,あれみたいじゃない一瞬ギリケーキらしき何かです明日お誕生日なのででも今年の誕生日ケーキはこういうケーキじゃなくてあのタルトです <laughs> タルトワンホール人生で初めて買ってもらいました嬉しいだからタルト書くかかまったんですけどちょっとタルトは難しいなと思ってこっちにしましたけどあの皿を書いたのが間違いでしたねさ皿が間違いやこれこれ三角だけやったら多分さケーキやんちょ,ちょ,ちょあー見えへんかもあちなみにケーキはもうね今日受け取ってきました今日は前夜祭をします 前夜祭というかもう家族的には今日日誕生日会ですあとは牛タンを買ってもらいました好きな食べ物というわけで今日はケーキでしたよいしょもうねみそらはねあのー、いつもお肉屋さん焼肉屋さんに行っても牛タンしか食べないしあの最近ねちょっと年でして油が食べれなくなってきたんですよ脂身がだからもうあの牛タンが一番なんです しかもあの焼肉のたれ味もちょっと最近きつくなってきてお腹にくるんですよだからあの爽やかにレモンとかネギとか塩とかがね好きでだからあの牛タンと大量のネギ塩だれを作って食べてで最後の晩餐みたいな感じでタルト食べます今日は店のリクエストです ちょ都市って言わんといてって感じだと思うんですけど本当にもうこの1年ぐらいで急になんか胃袋とかがねちょっとしんどくなってきて <laughs> あんなに小学生とか中学生の頃はバーベキューとか焼き肉行くたびにちょっと白い部分多いの食べたいみたいな柔らかいから白いとこ食べたいよみたいに言ってたのに今はちょっとしんどいんですよもうあの胸焼けみたいな感じになる <laughs>。 からちょっと食べれないくなってきて牛タンがさっぱりしてて美味しいちょっと20世紀少年ピンポイントすぎましたかねちょっと好きなんですよお父さんのね部屋に漫画があったのであの小学校の時に学校休んだら読んでて <laughs> あと映画も好きやし面白いですよねもうキャンプ読むいやいや呼んでほしいです この間のキャンプのお肉はもうすべて塩をかけて食べてました <laughs> いつ変わったんだろういや1年前ぐらいかなもう1年前ぐらいから急に脂身が食べれなくて食べれるんですけども2枚ぐらい食べたら限界ですねになってきました世代はね多分違うと思うんですけどお父さんがね部屋に置いてたのでそれをたまたま呼んでて それであのでも最近映画を見直したんですよ結構数年ぶりに結構56年ぶりぐらいに見直したらちっちゃい頃には気づけなかった難しい話とかに気づけてめちゃめちゃ面白かったですねなんかちっちゃい時はわけわからんと見てたシーンとかもねあったんですけど今思うとあの全てが理解できてめちゃめちゃ面白かったですちょっと難しい話とかもめっちゃ面白かったです皆さんも是非。 体質がな体質とも胃が全て変わったなと思いますだから前まではもう断固肉は焼肉のタレ派やったんですけども最近は塩かレモンかネギですもう塩ワになってしまいました握手会友達のマスクしていっても大丈夫ですいいですけどあのもしかしたら不審者だと思われるかもしれないですよあと美空が顔と名前一致させられなくて泣いちゃいます <laughs> 普通にめっっちちゃゃ延長しちゃった平気な顔で焼き鳥はああの皮のタレか皮の塩 <laughs> もう VV の話ですね焼き肉焼肉は最近タレじゃないんですけど焼き鳥はタレ好きですよ焼き鳥はでもなんかタレでも塩でもいいんですけど皮が好き皮が一番ですちょっと誕生日の前日なんで許してもらおうみんなにちょっと延長したけどごめんねって言って <laughs> じゃあ,あ,のあどうしよう結局握手会の結論が出んかった告知した方がいいかな告知しようかな失礼しへん方がいいかなそう今回もね一部一部になったのであのミスラも早起き頑張るんですけど来てくださる予定の方もねみんなで一緒にあの健康に早起き頑張もう寝坊は許されないですのでね ちゃんと起きなきゃえー、どうしよう小口しようかな小口せんとこかなう <laughs> 画像作るの難しいですねあの今ね絶賛作ってるんですけどいつも作ってくれるみんなの凄さが分かりました難しいあの画像切り抜くのも難しいしあのなんか画像のねなんか大きさ画像じゃないや文字テキストの大きさとかもなんか難しくて もうみんなすごいと思います毎日いつもありがとうございます作ってくれるみんなあの頑張りますまずはねミスラが発信しないことにはねみんなに伝えられないのであの頑張ってスマホと向き合って作りますなんかもはやミスラ動画編集の方が得意な気がしてきちゃった画像編集難しいね、まあ、告知はちょっと考えます握手会の方は。 そそろそろ終わろうかなちょっと多分ね家族も早く牛タン食べたくてそわそわしてると思うので <laughs> じゃあみんな明日は誕生日配信8時24分からね夜じゃなくて朝のね8時24分8月24日の824ですよにまたショールームに集合しましょう美空の19歳初配信みんなであの楽しみましょう <laughs> な何ポーズこれ 今日はめっちゃピンクにしてみましたこれねちょっとあのめっちゃあの大胆な話していいですかこれねこの服なんかだったんですよねこれなんかここにボタンついててここ止めてこういう服でも着れるみたいな感じだったんですけどちょっと骨格的にこの形似合わなくてなんか私肩がこうごつくなるのが似合わないのでごつくなるとかこうなってちょっとなんかふわってする肩が似合わないから。 こっちで切ることないなと思っても絶対こっちで切るやんっていうのが確定したのであのボタン取りましたあのボタンねこうこう外せるんですけどなんか肩出しにしたらこっからちょっとボタン出る感じであれだったんでもう切っちゃいました私 <laughs> 大胆樹脂ですやっぱね18歳最後なんでちょっともうこっちでは着ないだろうというの確定したのでちょっとなんかさなん,なんかね あれななんですよなんか型がさなんかこういう人に見えへんこっちの方がもともとこっちで着たくて買ったのでもう切っちゃいましたボタンをていうそれだけなんですちょっと話おもんなもうオチどこもうごめんね <laughs> とにかく切りましたもうね別にこっから出てなかったらいいんですけどちょっとボタンが出ててそれが気になっちゃったのでもういってまえと思って切りましたっていう服です <laughs> はいもうね話題さえあればすぐしゃべっちゃうからねもう袖は取らないわよちょっとノースリーブ似合わへんからねノースリーブはちょっとノースリーブは面白くなっちゃうよみそらなんかネタ,ネタかなみたいになっちゃうからここにねあることが重要なのよそうそうちょっと日焼けねそうここだけでちょっと聞いてくださいよもうまた話始まっちゃったもごめんあのねこの間あの号泣キャンプ行ったじゃないですか もうおかげさまでここからこっちだけが焼けてこっからこっちがちょっと白いみたいななってます今多分配信だったら分かんないんですけど生で見たらちょっとこの辺から黒いんですよね T シャツ着てたんでやっぱね頑張って日焼けしないように頑張ってたんですけどやっぱ炎天下だったんでねあの日はもうめっちゃ日焼けしました顔も日焼けしたし首も日焼けしたしちょっとちょっとねちょっと配信ちょっと映らなくて悔しいんですけどねこの辺から綺麗に日焼けしてるんですよちょっと分かる ちょ,ちょっとこの辺から黒いやんちょっとこの辺がね日焼けしちゃいましたあの健康スタイルになりました頭皮もめっちゃ焼けましたよ頭皮あ,あんま頭皮見せん方がいい <laughs> アイドルがあんま頭皮見せん方がいいよねそう頭皮もめっちゃ焼けたしかも見せる髪の毛がさあの薄,薄いというかさ髪がす少ないので髪の毛がねだからあの結構頭皮丸出し人間で めっちゃ焼けたよ頭皮が頭皮も焼けたし顔も焼けたし腕も焼けたししかも足がなんか太ももの裏太ももじゃない足の前よりも裏側の方が焼けてるんですよなんかリバーシブルみたいな感じで、まあ、全体的に焼けてるんですけどなんか太陽が後ろから当たってる時の方が多分多かったんですよねポジション的にでなんか結構リバーシブルですねこう足があったらら半分から後ろだけ あの焼けてるみたいなあのあんまくっきりではないですけどなんか若干裏の方が焼けてるよみたいな感じになってます今ちょっと面白い感じになってますねでも全然ねそんな分かりやすくくっきりじゃないんですけどなんかよう見たら裏の方が焼けてないかーみたいな感じになってますあの今美空は結構面白い人体になりましたもうやつはいて焼いてなんぼでしょうなんでねって天樂が言ってましたちょっとオセロ系女子としてやらせてもらいます今年の夏は。 もう仕方ないですよあんだけ炎天下だったんですしねもう防ぐに防げないもう途中から開き直ってもう焼いてまえと思いましたねあの時はもうこれ防ぐよりも焼いた方が効率いいんじゃないかというねあみんな喋りすぎて10やばくなっちゃいましたよとにかくあの明日の公演であの分かりやすいぐらいのリバーシブルではないです <laughs> なんか本人的にはなんかじんわり裏の方が焼けてるよねっていう感じです それぐらいのレベルなんですけど結構焼けましたサザエさんもね謎でしたけどサ,サザエさん謎すぎませんでした皆さん改,改めてなんか台本をねなんか2日前ぐらいにもらったんですけどなんか「ああホピーとかレイプをめっちゃ司会頑張るやん」と思ってこう見てたら急に「ミソら」って出てきて「何?」と思ったらあの「カツオを宿題しなさい」って文化始まった頃「おあれ?と」と思って「そら見間違えてないよね」と思ってやっぱサザエさんでしたちょっとびっくりですね めっっちゃ楽しかかたですなんかもはやああいうのは恥ずかしがらずに振り切ってやった方がいい思い出になるねーと思ってまさかのしかもカチューシャまで用意していただいてたのでめっちゃ頑張りました「あのサザエでございますの」あの声の出し方をめっちゃ練習していきましたねもうそこだけでもいいからめっちゃ似せたいなと思って頑張りました <laughs> やりきりましたよもう天なもやりきってくれてめっちゃ楽しかったさすがに台本は二度見しましたけどあの ああいうのをやってこそのね NAB だと思うのであの楽しかったです練習しましたよさすがにちょっと全セリフをモノマネは無理だったのでさすがにあのサザエでございますぐらいは似せたいなと思ってあの良かったので、ね、まだ見てない方はあの見ていただけたら嬉しいです <laughs> どんなどんな番組ねって感じなんですけどはいもうもう喋りすぎですもう切るって言ったのにというわけでランキング見ます。<laughs> 謎ばってきですけどねうれしかったですそれでみんなえー、明日は8時24分集合ですランキングえ十、ー、13位あーなんて読んだらいいんだろビックリマークのあの上がハートのありがとうございますビックリマークさん <laughs> ハートビックリさんありがとうございますえ十、ー、12位ダニエルさんありがとうー <laughs> えー11位マー君ありがとうえー あ、9位じゃ <laughs> もうしゃべりすぎて脳みそが。はい、<laughs> 10位がきっぺーさん、ありがとう。もうめっちゃしゃべっちゃった。で、9位がちさちゃん、ありがとう。ありがとうございます。8位がやまちゃん、ありがとう。7位、松、ま、さん、ありがとう。パチパチ。 6位、日高浩司、ありがとう。パチ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 。そして5位が山俊さん、ありがとうございます。4位、しゅうくん、ありがとう。パチパチ。3位が、しんやさん、ありがとう。パチパチ。2位、しゅうたくん、ありがとう。 ババババババチ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  NMB 1位がうさんありがとう今日はあのあれかけなくてごめんな神ごめんね <laughs> 今日はあの基本的にあの投げていただいたものを全然読めなくてごめんね <laughs> あの曲曲を駆け足で紹介して改めて読めなくてごめんねみんなありがとうございますたくさんいち早くおめでとう言ってくれたりあの ミスラのこのしゃべりすぎ30分当たり前延長配信を <laughs> 見てくれてありがとうございます。明日寝坊しないように今日はあのそこそこの夜更かしで終わりたいと思います。あの最近ちょっと弾丸論破にはまりすぎててもうあの夜更かしが定番化しちゃってるので今日はちゃんと寝ます。みんなもねあの健康にいてくださいね。明日もあも。早起き無理しないでください。 よければ来てください8月24日 19, 19歳初配信今日はこれみんな18歳ラストやでそらちょっと見納めてください見納めて <laughs> これが18歳のそら最後やでじゃあねみんなあの頑張って12時まで起きます12時まで起きてあのツイートして寝ます <laughs> <laughs> ちょっとさ「誕生日です」ツイートってさあの画像が重要になってくるやん何にしようかなと思ってまだ考えてるんですけどあのちゃんと決めます決めてちゃんと載せますじゃあみんな18歳のみそらでした明日19歳初配信と世代交代前夜公演のみそらの初生誕祭と初めての生誕 T シャツといろいろ初めてなんですけどよろしくお願いします みんな18歳ありがとうございました。出会ってくれて好きになってくれて見に来てくれてありがとうございます。19歳も20歳も21歳も22歳もずっとですけど仲良くしてください。じゃあねみんななんか急に時間湧いてきたこれが18歳の最後というじゃあねバイバイまた12時間後ぐらいに会いましょうみんなに出会えて幸せです。じゃあねバイバイ。 あれじゃ間違えた間違えた漢字の時にボタン間違えましたバイバーイ <laughs> ありがとね